排煙機、排煙機は走行戦闘車両の微砲の方針に取り付けられる装置である。発砲時に発生する方針内の有毒な燃焼ガスが再装填のために褒美を開けた際、車両の戦闘室内に吹き戻るのを防止する働きを持つ。排煙機は主に巨大な光景を持つ戦車砲に多用されるが自走砲の方針に取り付けられることも多い。排煙機のない戦車には 車内に火薬の燃焼ガスが侵入充満し、乗員に吐き気を催させたり、戦闘に集中させにくくすることがある。重量のある砲弾を連続装填し、重労働となる装填手などが硝煙を吸い込むと、ひどい場合には混沌することもある。このため、第二次世界大戦期や戦後しばらくの戦車では、砲塔上部にベンチレーターを装着して流入した硝煙を、 砲塔外に排出させていた。しかし、冷戦により米ソ間での核戦争が現実味を帯びてくると、走行戦闘車両にも死の灰の侵入を防ぐ体、NBC 兵器防護能力が求められるようになったため、ベンチレーターは撤去されていった。こういった理由で、方針内部からの昇炎流入を防ぐために、排煙機が導入された。方針内に残留したガスは圧力を残し、 砲弾が離れた方向、または再装填のために開かれた褒美から流れ出る。排炎機は砲弾発砲時の高熱、高圧のガスを一時蓄えておく構造を持ち、不使用時には排炎機も、方針内部は外気と変わらない環境下にある。砲弾が方針内を通過していくとき、排炎機は燃焼ガスの一部を取り込む。排煙機は、砲弾が方向を出るまでは、高圧のガスを保持し、 砲弾が出ていき砲身内の圧力が下がると砲身へガスを解放する。肺炎は砲向へ向かい、まだかなり圧力の高いガスの流れは砲針の中の燃焼ガスを牽引して砲向へ向かう。この時褒美を開いても流れに引き込まれて新鮮な空気が砲向へ向かって牽引されていく。もし、肺炎器が貧弱な設計やメンテナンス不足、 破損を起こしていなければ、排煙機は砲塔に不完全燃焼のガスが吹き戻り、酸素に混じって燃え上がる、可能性を減らすことができる。排煙機は主力戦車に広く見られる装備となっている。最も早期に排煙機を装備した方は、センチュリオン戦車の持つロイヤルオードナンス L7 方である。ありがとうございます。